すこともあるはず。そんな時には思い切り泣くのもいい。悲しいことなどほらすぐに消えるから。さあおいで僕のところへ、小さなその なんじゃこれは。字が書いてありますよ、その紙。何かのビラだわ。ムーミン劇場公演、ムーミンパパ作。ムーミンパパだって。喜びの再会。出演ムーミンパパ、ムーミンママ、スニフ。特別出演エンマ。エンマ？あ、それは私のおばさんの名前よ。入場料、食べられるものなら何でもか。パパたち芝居をするんだ。あの劇場でやるんだわ。ふーん、芝居は可愛い子供の頃たった一回だけしか見たことがない。あれは素晴らしいお姫様の劇だった。あ、胸がワクワクしてきた。これは絶対に見に行かなくちゃならん。しかしこの犯人たちを誰が見張っているかが問題だ。いい考えがあります、所長さん。僕たちも一緒に劇場に連れてったらどうでしょう。名案だわ。私たち逃げないでおとなしくしてるわ。約束します。いや、ダメだ。お前たちは公演のべからずの立て札を抜いた罪を心から反省して、ごめんなさいを5000回書かない限り一歩も外に出すわけにはいかん。じゃあ所長さんも芝居を見に行けませんね。うわ、やめるさ。諦めないぞ。やっぱりわしも行く。私たちを連れて。違う、お前たちはここ。じゃあやっぱり所長さんもここね。違う、わしは芝居。わあ、ダメだ、これじゃダメだ。ここの部分は書き直しだ。ねえパパ、僕はライオンの尻尾じゃなくて別の役をやりたいな。スニフはもう一つ役があるだろう。赤ん坊の役で泣くだけだ。セリフなしがいいって言うからそうしたんだ。エンマさん、掃除は後にしてくれませんか。脚本はまだかね。稽古を始めないと明日の公演に間に合わんよ。ええ、もうすぐです、エンマさん。やっと半分だよ。何しろ脚本書くの初めてだから。安心よし、どんなことがあっても幕は上がるものさ。あなた、エンマさんの役にたくさんセリフをつけてあげて。あの人舞台に立つのを楽しみにしてるの。わかってるよ。ねえママ、少し私を一人にしてくれんかね。今クライマックスにかかるところなんだ。僕この脚本に深い疑問を感じるな。お前の疑問は公演が終わってから聞くよ、スニフ。ねえ、子供が迷子になる話に。どうしてライオンの尻尾が出なきゃなんないのかな。ママ、スニフはどっか遠くに連れてってくれないかな。いらっしゃい、スニフ。役のお稽古しましょう。この劇にライオンの尻尾がなくなるととってもいい劇になると思うよ、僕は。ライオンの尻尾だけじゃない。ライオンの頭だってちゃんと出るんだ。この劇にはライオンが絶対必要なんだ。ムーミンパパの脚本にはライオンが出なければならないんだ。ライオンだ。これが鍵だ。私が帰ってくるまでここで牢屋番をしているんだ。わかったな。この人たち噛みつく？ふん、噛みつくとも。こいつらを外に出したらガブだぞ。その人誰ですか、所長さん？私のいとこさ。私の言うことは何でも聞くんだ。
それじゃ、私は芝居を見に行ってくるからな。見張りをしっかり頼むぞ。あなた、編み物がお上手ね。ありがとう。編み物を褒めてもらったのは初めてだわ。何を編んでいるの？それが自分でも何を編んでいいかわからないの。変だと思うでしょ？でも本当なの。こうやって編み物をしてるととても気分が落ち着くわ。ただ何を作るか決まらないうちにどんどん編めてしまうから困るのね。もうこんなに編めてしまって本当に困っちゃう。それで部屋用の上履きができないかしら。上履き？そう、上履きにとてもいい色だわ。そうね、とてもいい思いつきだわ。私がこれで上履き作ったらあなたたち履いてくれるかしら。もちろんよ。僕も欲しいな。何しろここは冷たくて凍え死んじゃうかもしれない。そんなに寒いの？そう、体が震えてもう物が言えないくらい。まあ困ったわ。どうしましょう。上履きよりいちごジャムの入った温かい紅茶の方がいいかもね。それも手遅れにならないうちにね。あなたたち、私の願いを聞いてくれないかしら。どういうこと？今からあなたたちを私の家にご招待したいの。いいわ。おやーおやーおー、よしよし。よしよし、泣くんじゃない。いい子だ、いい子だ。おママ、もっと愛情込めて赤ん坊を抱いてほしいな。セリフをもっと大事に、感情を込めて。だってこの赤ん坊重くて。ねえパパ、僕はどうなの？スーニフ、お前には文句のつけようがない。実にいいよ、ぴったりだ。おお、僕はもっとセリフのある役が良かったかな。おおおおおお。よかった、今度こそ上手に焼き上がったわ。今までで一番おいしいビスケットを食べてもらえるわ。今までだってとてもおいしかった。僕はもうお腹いっぱいだ。私も。ごちそうさま。とても美味しかったわ。あったかい紅茶はどうかしら。まだいちごのジャムがたくさん残ってるわ。私たちもお腹のどこを探しても食べ物の入るところなんかないわ。残念だわ。じゃあこれでお別れね。そうですね。悲しいわ。あなたたちに牢屋に戻るように言わなければならないなんて。僕もこんなこと言うの辛いんだけど、僕たち牢屋に戻るつもりはないんだ。どうして？僕たちこれから劇場に行くんだ。パパとママに会いにね。ごめんなさい。私はどうしてもおばさんに会いたいの。あなた方、牢屋に戻ってくれないのね。だって僕たち何も悪いことしてないんだ。本当に？本当ですとも。公園の立て札を引き抜いたなんてとんでもない。私たちは夏祭りでゴミになった材木を焼いただけよ。それをあの所長ったら全く馬鹿げてる。ひどい濡れ衣だわ。どうしてそれを早く言ってくれなかったの？悪いことをしていないなら牢屋に入ることないでしょう。じゃあ僕たち劇場に行ってもいいんだね？もちろんよ。すぐに行って。お芝居は暗くなってからだからきっと間に合うわ。ちょっと待って。私も一緒に行く。そしておじさんに言ってやるわ。この人たちは何も悪いことをしていないんだって。オーライオーライオーライ、よしストップ。
に行くぞ。おいママ、何を見つけた？赤ん坊のベッド。これ舞台で使いたいわ。いいでしょパパ。ムーミンパパ、ムーミンパパ、あんたの脚本を通して全部読ませてもらったけど、このムーミンとフローレンという名前の役は一体誰がやるんじゃ？それがまだなんです。その役をやれる可愛い子供が見つからなくて。冗談じゃないよ。もうすぐ幕が開くというのにこの役が出ないんじゃ、喜びの再会なんてお芝居はできないじゃないか。仕方がありませんよ。だいたい役者が少なすぎるんだ。仕方がないじゃすまんよ。じゃあどうやってやるんじゃこの劇。さあみんな、しっかり捕まって、それ。いいみんな、今騒いでもいいけど、劇場に行ったらお行儀よくするのよ、わかった？はい。用意はいいかい？行くよ。それ。皆々様、この洪水の中、遠路はるばるようこそおいでくださいました。これから皆様方にご覧に入れまするこの劇は、麗しき今宵が初演、別れ別れになった家族が巡り合う、喜びの再会、喜びの再会。ママ、何これ？ゆりかごよ、あなたが入るの。僕が？ごゆるりとご高覧のほど、よろしくお願い申し上げます。では、開幕、開幕。こっちよ、早く早く。あら、ありがとう。おにゃー、おー、よしよし、泣くんじゃない坊や、泣くんじゃない。ムーミン、フローレン、私の可愛い子供たち、お前たちの行方が知れなくなってもう一月が過ぎ去った。私の名前が抜けてるわ。私の心は光も届かぬ暗闇の海の底に深く沈んでいるのだ。お願いです、あなた、自分の心を悲しみに任せてはなりません。この家に戻ってきてくれ子供たち、私の心をこの悲しみから救ってくれ。聞くがいい、血のみごもお前たちを恋しがって呼んでいるよ。ほんにゃほんにゃほんにゃ。もっと大きな声で。僕気持ち悪いママ。しっかりして。スミフ、どうしたの？いや、あまり揺らさないで。イエス、まあ、あなたゆりかごで船酔いしちゃったの？ほんにゃほんにゃ。旅に出よう、お前、子供たちを探し出す旅に。この子はどうするのです？誰かに預けるしかない。しばらくの辛抱だ。どのくらいの旅になるかしら。1ヶ月、いや1年、いや運命の女神が私たちに微笑みかけるまで。ああ、坊や。よし。早くしろスニーフ。わかってる。でも僕、何してる。次の幕が始まるぞ。誰か助けて、僕出らんない。お姫様はいつ出るんだ？もみの木湾ってまだ遠いの？まだまだ、急いでムーミン。無理だよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あなた何書いてるの？私のいとこがとても聞き分けがないから、万一の時の用意よ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。家を出てもう半月になる。ああ、ひどい寒さだ。子供たちはこの寒空の下でどうしているのか。あっつ。お、どうしたお前、しっかりするんだ。足をくじいてしまったらしいわ。大痛い。ここは山の中、助けを呼ぶにも人影すらない。ほら、引っ張るぞ。ダメだ、出らんない。どうしてこんなことになったんじゃ。
ニューママが上からのしかかったんだ。助けて。分かっとる。ライオンの頭だけじゃ舞台に出られんよ。それは出番だというのにもうかな。痛い。夜も更けた。仕方がない。今夜はここで野宿をすることにしよう。大丈夫かしら。あの森には何か恐ろしい気配を感じるわ。確かにあの森の方から血を求めてうろつき回る獣の匂いがする。おお、かすかに獣たちの飢えた叫び声が聞こえるぞ。おお、かすかに聞こえる獣の叫び声。痛い。かすかに聞こえるライオンの声。スニフのやつも。パパどこ行くの？え？お前、私は行かねばならない。あの役立たずのライオンに一言言ってやらなくちゃならんのだ。なに心配はない。すぐに戻ってくる。あんなセリフあったかしら。おい、君たちは舞台を台無しにする気か？それは私の言いたいセリフじゃ。ママが舞台で立ち往生だぞ。吠えろ、ライオン。ああ、またライオンの声。あの人は私を置いてどこへ行ったのかしら。よし、舞台へ出るんだ、二人とも。うわあ、はい、パパ、僕もうダメ、出られない。ゲー出る、うん、ゲー、やー、ちょっと何すんのパパ。ゆりかごと一緒に出ればいいんだ。いや、やめてよ、こんな格好悪いの。やだよ、笑われちゃうから。やめてよパパ。大丈夫、お前が入ってるなんて誰も知らないから。さあ早く、ほら。まあ、ライオン、あなたは私を食べるつもりなの？くそ、笑うな、ちくしょう。ああ、助けて。私はどうすればいいの？あの人は一体何を考えているのかしら。逃げるんだママ、舞台を走ってくれ。二人で逃げるはずだったでしょパパ。事情が変わったんだママ、タイミングを見計らって助けに行くから。キャー、助けて。もうダメ、もっとゆっくり歩いて。僕もうダメ。誰か助けて。ママ早く来て。ママ今行く。ママのこと心配した。ママもちろんよ。あなたのことは1分だって忘れたことなかったわ。ママ、ママ、まあの声はママ、僕だよ、ムーミンだよ。ママ、フローレよ。ママ、パパ。ムーミン、フローレ、2人ともここに来て。よく顔を見せてちょうだい。僕帰ってきたよママ。会いたかったわママ。二人とも無事で何よりだ。あら、ブリビオンか。え、ママさん、よく来たね。惜しかったわ。もう少し早ければおばさんの初舞台が見られたのに。いや、素晴らしい舞台でしたよ、皆さん。スナフキン、会いたかったよ。僕もだ、ムーミン。あいつらは牢屋から逃げ出した罪人どもなんだ、捕まえろ。違うわ、ムーミンたちは私が牢から出してあげたの。あの人たちは一本だって立て札を抜いてはいないわ。その通り、あの立て札を抜いたのはこの僕です。あたしだって抜いたわ。よし、お前たち二人を逮捕する。なんなんだあの子供たちは。はい、これを読んで。え、うん、
ごめんなさい、ごめんなさい。5000回書いてあればいいんでしょ。本当に5000回書いてあるんだな。私が受け合うって言ってもきっと無駄ね。1、2、3、4。こうしてみんな揃ってくると、そろそろムーミン谷が恋しいわ。スナフキン、この子供たちどうなるの？そうだね、みんなの意見を聞きたいな。私が預かるのはどうじゃ。エンマさんが？そう、この劇場は広いし、私が仕込めば舞台に立てるもんが出てくるかもしれんよ。それがいいわ。おばさんならきっといい先生になれる。私も手伝うわ。よし、決まった。じゃあみんな、この辺でムーミン谷へ引き上げるか。僕も帰る。僕忘れないでね、パパ。うるさい、数がわからなくなっちゃったじゃないか、畜生。パパ、お客さんたちにご挨拶しなくていいの？みんなまだこっちを見てるよ。ああ、そうだ。ご来場の皆様、これでムーミンパパのお芝居もめでたく終わらせることができました。最後までご感激、誠にありがとうございました。全てはあの海底火山の爆発から始まったんだ。もう噴火は収まったよね。あのな、ママ、私がこれからもお芝居を書くと言ったら反対するかね？いいえ、どんどん書いていただきたいわ。あなたにはお芝居を書く才能があります。本当に？よし、ムーミン谷に帰ったら早速取り掛かるとしよう。表は大して変わってないけど、中はきっとごちゃごちゃよ。みんなでお掃除をしなければね。そうだな。二人とも手伝ってくださいね。はい。あんなにすごい災難にあったのに、ムーミンたちは少しもへこたれません。そうなんです、ムーミン一家はおおらかな楽しい一家なのです。有名な発明家だと名乗る人がスノークを訪ねてやってきました。空飛ぶ船の新しい燃料を持ってきたっていうんです。すごく強力なものらしいんだ。本当に船は空を飛ぶのかな。次回、楽しいムーミン一家、スノークの空飛ぶ船、お楽しみに。